趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はですね、iPhone16 発表されたかと思います。もうこの iPhone の発表によって秋の訪れを感じたと、そういう方も多いんじゃないでしょうか。ただね、この問題がちょっと発生しておりまして、iPhone16、いわゆる無印と呼ばれているものですね。こちらがリフレッシュレート、今年も 60Hz でしたと。まあ、なんで、この問題点みたいなものをちょっとお伝えしようかなと思っております。 で結論としてはですね、この問題と言いますと、まあ、縦スクロールがの快適性が低下してしまうと。で、それによって目が疲れてしまうというところが問題なんじゃないかなと思っております。まあ、なんで、その 60Hz というスペックに対してなんかいろんなね、今言われております。意味ないとか別にどっちでもいいよとか言われると思うんですが、間違いなく弱点になってくるというのは間違いないと思うんですよね。 今間違いないって2回言っちゃいましたけどもちろんこの 60Hz だからといってもう iPhone16、16プラスが 100%NG かっていうとそういうわけではないんですけれども、うんまあ、弱点であるのは間違いないと直視した方がいいんじゃないかなと個人的には思っておりますでなぜいきなり、ね、リフレッシュレートの話を取り上げたかといいますと、まあ、iPhone16 ですねプロとかプロマックスに関しては あの、全、前代とか、まあ、結構昔からですね、120Hz 対応しております。ただ16に関しては、ま、60Hz でしたよというところが、ま、ポイントになってきます。で、リフレッシュレートって今、いろいろ勝手にお話し進めてしまったんですけれども、 何かというとですね、あの画面が書き換わる速度ですね。まあ、私がこうやって今タブレットを操作しているかと思うんですけれども、こうやって当然下にやるとですね、下に画面が映るじゃないですか。でその書き換え速度みたいな感じですね。だからざっくり言うと、まあ、そのコマ数みたいな感じでして、当然高い方がまあコマ数が多いことになりますから、滑らかみたいな、そんな感じとなっております。でなぜこの iPhone16 の 60Hz が問題かと言いますと、例えば、 他社製のスマホだとですね、エントリーモデルであっても 120Hz 対応のもの、普通に出てきております。でもっと言うとも、ミドル以上だと基本は 120Hz ですかね。まあ、例えばちょっと例外もありまして、Xperia 10 Mark v 6とか、ミドルレンジのスマホであるんですが、60Hz とか。 そういう例外はありますが、もう基本ね、120Hz が主流ですよ。まあ、あとエントリー機だとまだ 60Hz ちょこちょこ残っているかと思いますけれども、あと 90Hz のディスプレイもまあいくつかあるかと。そんな感じですよね。だから当然ね、iPhone に関してはですね、あのエントリーじゃないですよ。もちろんあの、ハイエンドのものなんですけれども、なのに 60Hz という感じとなっちゃっているということが問題と言われております。 ということで、まずですね、まあ、リフレッシュレートがそんな中重要じゃないとか、別に違いわかんないよっていう人もいくつかいらっしゃると思いますので、まあ、重要な理由ですね、えー、お話ししようかなと思っております。このショガカメラ的な感じでちょっと撮っていこうかと思います。えー、まだ iPhone16 は発売されてない、この時点ではですね、されてないので iPhone15 の 60Hz ディスプレイと PocoF6 Pro でちょっと説明していこうかと思います。 で違いとしては縦スクロールというお話をしたんですけれども、いかがですかねこんな感じちょっとわ、まあ、これだとわかんないかもしれないですけれども、やっぱりどうしても iPhone ってアニメーションが滑らかとか動作が滑らかみたいなことは言われるんですけれども、この縦スクロールに関してはどうしてもカクカク感っていうのが若干出るんじゃないかなと思いますね。一方のこの 120Hz ディスプレイであればですね、この感じわかりますか これなんかスローモーションとかで比較すれば色々厳密な違いは出るんですけれども今回はちょっとあえてしないようにしようかなと思いますなぜかというとですねこれその違いがわかるというよりはなんか長く使った時の感じがね明らかに違うんじゃないかなというふうに考えています具体的に言うとこの目のなんか疲れやすさみたいな ところですよね。で、逆にリフレッシュレート、そのアニメーションがうんんみたいなことを言われるんですけど、アニメーションに関してはどちらかというと、そのソフトウェアの問題ですので、まあ、そんなにね、別に 60Hz で問題にならないと、はい、こんな感じ。一方のですね、これちょっと 120Hz のディスプレイなんですが、このモトローラのエントリークラスのスマホは、若干この、わかります戻る時にガクつくみたいなのがあってですね。 えー、まあ、とにかく、そのアニメーションに関しては、そこまでリフレッシュレート、まあ、関係はするんですけれども、まあ、そこまで関係しないというのは実はありますね。 ただ、先ほどもお話ししている通りですね、この縦スクロールに関しては、そのアニメーションうんぬんではですね、あまりごまかせないと。ま、この縦スクロールに関しても、そのなんか、ソフトウェアの問題ですね、明らかにガクガクしてしまうとか、あと、SOC ですね、処理のパワーが足りなくて、ま、これはこれは大丈夫なんですけど、え、処理速度が悪いスマホだと、縦スクロールでさえも明らかにガクガクするというのがあります。ま、ただ、このね、スクロールに関してはやっぱりリフレッシュレートの要素も結構大きいのかなと、そういうお話ですね。 なので、よくね、まあ、調べ物をね、こうしたりとか、ショッピングアプリでいろいろなんか探すよとかっていう人に関しては、もうリフレッシュレート高い方が圧倒的にアドバンテージでして、まあ、逆に低いと iPhone とかもやっぱりちょっとね、つ、目が疲れるなと、えー、疲れやすさっていうのがもう明らかに違うなと、そういう個人的には印象があります。まあ、あとはその X とか Instagram とか、そういう SNS なんかもスクロールガンガンするかと思いますので、えー、まあ特に重要みたいな、そんな感じですね。 ということで、もう個人的にそのリフレッシュレートに関するですね、もう解説は以上で終わりではあるんですけれども、なんかリフレッシュレートっていろいろ誤解が多いんですね。で、それによってその誤解が絡み合ってですね、なんかいろいろ論争みたいなものが起こってしまっております。要はですね、iPhone がまあ今まだ最新のものでかつ12万ぐらいする結構なあのお値段のするスマホなんですよね。にもかかわらず 60Hz ってどういうことだと、 という主張があれば、もう一方でですね、いや別にリフレッシュエイトなんて誰も気にしてないと、むしろいらない機能なんだから、だからこそアップルはですね、もう 60Hz にしてるんだとか、別に 60Hz とか 120Hz なんて誰も気にしてないとか、オタクだけのための機能だとか、いろいろそういったね、絡みついていろいろ問題が発生しているわけですよ。さらに言うと、そのなんか、オタクをディスるようなね、一部、そういった言説も出ていると、そういった状況です。 なので、その辺のなんか誤解みたいなのをちょっとうまく整理できればなと思います。まずよくあるのがですね、そのリフレッシュレートと近しい概念がいろいろ出ておりまして、なんかそこと、あの、無理やり関連させてしまうということが発生しております。例えば、あの、PC ディスプレイですね、ここにもなんかリフレッシュレートとかっていうのがありますし、あとはゲームのあの FPS とかですよね、えー、単位があります。だからそれによってもう条件発射的にそのリフレッシュレートというと、 もうそういったオタク向けの機能なんじゃないかって思ってしまうことがあるんじゃないかなと思います。あとはですね、カメラとかそれで映像の世界にも FPS ですね、まあ、いわゆるよく 4K60FPS とか 1080p30FPS とかあるじゃないですか。まあ、これの FPS とですちょっと混同してしまうという問題があるんですね。でこれで例えばですね、まあ、120FPS って基本的には一般の映像だとほぼない、まあ、スローモーションとかじゃない限りは、 ないじゃないですか。だから、リフレッシュレート 120Hz もいらないんだっていう声があります。まあ、ただ、これに関してはですね、あの動画って基本的に縦とか横に激しく揺らしたりとかってことないじゃないですか。ただ、スマホに関しては当然、縦スクロールもう画面小さいですし、ガンガン対応します。まあ、横にもスクロールの場合によってはしますから、まあ、動画のその FPS の理論っていうのは、あまりこう、スマホに関して応用できないんじゃないかなと。 そういったのがあります。まあ、こんな感じでちょっとスマホってなんか総合ガジェットの総合格闘技的な要素があるじゃないですか。まあ、PC 的な要素もありつつ、タブレットでもありつつ、カメラでもありつつみたいな。っていうところで、逆になんかそのカメラの専門家とか PC にある程度詳しい人たちがそのリフレッシュレートに関していろいろ述べてしまうと、ただそれ若干異なる、まあ、適用できないというか、その検知からですね。ということがありまして、ちょっといろいろごちゃごちゃしてしまってるのかなっていうのがあります。 そしてさらに言うとですね、その、なんかリフレッシュレートが60だろうが120だろうが違いがわからないと、まあ少なくとも一般の人には違いがわからないんだから別にいらない機能だよねっていうところはあるんですけれども、まあそれっていかがなものかなと思います。例えばですね、まあ最新の SOC ですよね。でも例えばスナップドラゴン8、アンドロイドの最新の 8Gen3 っていうチップがあるんですけれども、その1個前の 8Gen2 と、 こう、明らかに一般の人でも違いがわかるかっていうと、そういうわけではないと。っていうのもありました例えばカメラですね。あの、最近だと、Android のスマホだとテレマクロっていう機能があるんですね。要は、えっ、ー、と、望遠カメラなんだけどめちゃめちゃよれますよみたいな機能があって、ただそれも、なんか知らない人だったらわかんないじゃないですか。まあ、ただ知ってる人がね、こう、うまく使いこなせば、すごいいい感じに使えるみたいな。そういった機能があります。だからそれは別にリフレッシュレートだけの話ではないんじゃないかなと。 思いますね。っていうのと、その、パッと見の違いが分からないから意味ないっていうのはあまりなくてですね。例えば、SOC の違いでしたそのチップの性能の違いに関しても、やっぱり長く使ってきた時にですね、安定してるのはやっぱりいい SOC だったりもしますし、まあ、ふとした時の動作の安定感とかですね、やっぱり SOC 高い方がですね、パッと見の違い分からなくても良かったりしますよね。 で当然カメラとかもですね、まあ望遠カメラとかね、いろいろあると思うんですけれども、そういうのって別にパッと見の違いがわかるかっていうと、まあ物によりますけれども、明らかにこう望遠がめちゃめちゃ綺麗に撮れるよとかっていうのはありますけれども、なんかこうふとした時にこう差が出るみたいな、そういう要素ってあるじゃないですか。で、まさにこのリフレッシュレートってのはそういうところな感じがしておりまして、 まあ実際、まあ 60Hz でも別に困ることはないと思いますよ。私もだから iPhone16 使ってください、今日からって言われても全然使えます。ただ長く使った時にやっぱりその疲れの具合ですね、が違うんじゃないかなというのがあります。私もね、実際のところ、 なんか、なんか設定いじっちゃって、普段使ってるスマホ、120Hz に対応してるスマホを使ってるんですけど、なんか設定いじっちゃって 60Hz に戻ってることってあるんですよ。で、それで数日使ってて違い気づかなかったなんてこともあります。ただ、ふとした時にあれなんか目疲れるなと思ったら、あれ ?60Hz になってたみたいなことがあるわけですよ。 だから逆に言うと、これちょっと個人的な意見になっちゃいますけど、一度 120Hz を体感すると戻れないよね、みたいな声が、付随して出てくるわけですよ。まあ、これもちょっと言い過ぎなんじゃないかなと思っておりまして、まあ別にそう、120Hz 体感した人でも、まあ今からもう必ず 60Hz のスマホを使ってくださいって言われたら、まあ使えると思うんですよ。で、実際、まあそんなにね、違和感が感じるってことはないと。 思いますね。ただ、その、パッドに違い分からなくても、こう、長く使った時のなんかね、使い心地とかに影響してくる。まあ、それって実際スマホを使う上では重要な要素ですよね。とは思います。そしてもう一つ、なんかよく言われるものとして、これちょっとどうなのかなって思うのがですね、まあ、結局、6 g 列でも売れるわけですよ。はい。iPhone はですね。まあ、16シリーズはまだは発売前なので、ちょっと分かんないですけど、まあでも確実に一般的な Android スマホと比べたら売れますよ。 で実際1個前の15ですね。15に関してもですね、まあ 60Hz で、まあ当時からしてちょっとスペック的には時代遅れだったわけですよ。まあでも当然15シリーズって全然売れてたわけじゃないですか。だから別に 60Hz っていうのは一般のユーザーの人は求めてないんだと、その、なんていうんですかね、売れ行きとそのニーズをですね、完全にイコールとして捉えてしまうというのがあります。まあ、ただこれ別に完全にイコールではなくてですね、例えばライトニングケーブルってありましたよね。 でライトニングケーブルってどう考えても、まあ、ニーズは分かんないですが少なくとも不便だったのは間違いないじゃないですかもう今でこそ t y p e C にあの iPhone は移行しましたけれども今もう逆にです、ね、そのタイプ C の iPhone とライトニングの iPhone がこう混在しているというわけの分からないこととなっていてです、ね、もうどう考えてもその当初から t y p e C の方が良かったわけじゃないですか。 まあただそれでもライトニングってまあ散々色々言われましたけれども、え、ライトニングの時代から iPhone って売れてたわけですよね。で、今タイプ C になったんですけれども、別にタイプ C になったのもユーザーのニーズもっていうわけではなくてですね、あの EU のなんか規制がですね、え、背景にあって、まあタイプ C に移行せざるを得なかったみたいな話があるじゃないですか。 だからこれはちょっと余談ですけれども、そのなんて言うんですかね、売れてるから別に一般の人がいらないとかっていうとそういうわけではないかなと思うんですよね。まあ、こんな感じで、なんか Apple 側の思惑をなんか勝手に憶測して作っちゃうみたいな。 え、ことが発生してるんじゃないかなと思います。要はなんか、そのニーズから逆算して、え、60Hz、顧客のニーズからですね、逆算して、120Hz ではなく 60Hz にしてるんじゃないかみたいなことを言われてますけど、まあ、それも実際わかんないですよね。まあ、そのタイプ C に移行した時もそうですけれども、なんか、規制が関係して、そういった仕様にしてるとか、まあ、いろんな要素あるじゃないですか。あとは、プロシリーズとの差別化のために、あえて、 えー、60Hz にしてるのかもわからない。まあ、なん、わからないんですけども。少なくともそのニーズが、えー、120Hz にないから、えー、60Hz になってるとは、ま、なんとも言えないというか、えー、その勝手に思いつくったらまずいんじゃないかなと、個人的には思います。はい、こんな感じで、まあ、60Hz がですね、弱点というか、まあ、その iPhone16 の弱点になるっていうのはほ、ほぼ事実かなと、え、思います。なので、まあ、別に i p h o n e 1か、十6でも何でもいいんですけれども、あの、まあ、それは事実として、 気になる人に関しては色々調べて買ってもらえるといいんじゃないかなとそういったお話でした。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで実際に使ってみてどうかという観点でのレビューとかあのそういったものを普段はお送りしております。なのでそういう観点での動画が興味ある人はぜひチャンネル登録して待っておいてもらえればなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。